識別の本、神様に身を知る本について説明します。自分の平和、どういうふうに識別するか、その心の悲しみ、どこから来るか、普通の識別の方の層について話します。そして神秘的な方法、聖霊の声。 少年サムエルはエリの元で主に仕えていた。その殺しのことだが望むことは少なく幻が示されることも稀であった。ある日エリは自分の部屋で床についていた。彼は目が霞んできて見えなくなっていた。サムエルは神の箱を 安置された主の神殿に寝ていた。主はサムエルを呼ばれた。サムエルよ、サムエル。サムエルはここにいますと答えてエリの元に走って行き、お呼びになったので参りましたと言った。しかしエリは、私は呼んでいない、戻ってお休み、と言ったので、サムエルは戻って寝た。 主は再びサムエルを呼ばれた。サムエル、サムエル。サムエルは起きてエリのもとに行き、お呼びになったので終わりました、と言った。エリは、私は呼んでいない。我が子よ、弟休み、と言った。サムエルはまだ主を知らなかったし、主の言葉はまだ彼に示されていなかった。 主は見たびサムエルを呼ばれた。サムエルは起きてエリのもとに来、お呼びになったでありました、と言った。エリは、少年を呼ばれたのは主であると悟り、サムエルに言った。戻って寝なさい。もしまた呼びかけられたら、主よ、お話しください。しもべが来ております、と言いなさい。 サムエルは戻って元の場所に寝た。主は来てそこに立たれ、これまでと同じようにサムエルを呼ばれた。サムエル、サムエル。サムエルは答えた。どうぞお話しください。しもべは聞いております。ですから神様は耳で聞こえることができる声で話すことができます。 これは珍しい。普通私たちが聞く言葉は心の中です。はっきりした言葉、心で聞きます。私はそれを数回体験しました。初めての時、私は日本語学校でした。そしてある日、私は病気で寝ていました。そして誰かから電話が来ました。来てください、来てください。 もうどうでしょう、どうでしょう、行けないけど、止まって、それ行って、駅で待っていました。私は神様に、神様、私は病気です、癒してください。突然、私はあなたを癒した。突然だった。そう、二つでした。 それを確かめる印だったでしょう。はっきりした声を聞く、メイク。数回私はそれを体験した。ロンギの日本語学校で、私はリーダーになった。そして、リーダーは自分の考えの通り何もしません。いつも聞いています。次は何ですか、次は何ですか。自分の意見の通り導けばめちゃめちゃになる。 ですから私は次は何ですか、次は何、そしてだんだん、次はこの人は聖書を読みます。その人は、全部起こる前に起こっていました。私は見てびっくりした。ですから誰か邪魔になったら、その時何ができました。ちょっと待ちましょう。ですからそのためです。聞くため。 もう一つの時、私は
ポロスタント牧師さんが書いた本を読みました。そして彼はある日真珠から電話が来ました。来てください、来てください。そして彼は考えないで突然自動車に乗って、そして出かけた。ちょっと遠いところ、30分以上でした。そしてドライブ20分以上行ってから、え、住所忘れちゃった。地図もない。神様お願いします。そう、どこ、右、左、まっすぐ、右、ここ、ちょうどその家の前ですけど。私はそれを読んで、私、いつか使いましょうかと思った。そして、あるクリスマスの時に、いつも家族のためにプレゼントを買いました。来る日は、今日は最後でした。ずっと探していたのに、見つけることができなかった。そして、今日は来るのになる間に合わない。Okay?神様お願いします、導いてください。自動車に乗ってどこ、このデパートと感じたんです。駐車して、そして入ってエレベーターに乗った。1階、2階ですか、いいえ、3階、いいえ、4階、いいえ、5階、はい、ここ OK、 まっすぐ、右、右、ここ。一番素晴らしいプレゼントですから、これ聖霊の声です。うねがしと言われても、わかる、何かの方でわかる方です。神様確かに導きたいんです。聞けば聞くほどだんだんわかる声ができます。聖霊はフィルポに追いかけて、馬車と一緒に行けと言った。ペトロはなおも幻について考え込んでいると、霊がこう言った。三人の者がアネットを探しに来ています。立って下に行き、ためらわないで一緒に出発しなさい。弟子があの者たちをよこしたのだ。ですから聖霊がこの方で、この今朝その2番目の聖霊による導きのトークでした。約束した力の2番目の部分です。聖霊の声を聞くこと。そして神様、預言者を通しても話したいんです。預言のトークもあります。その頃、預言する人々がエルサレムからアンティオキエに下ってきた。その中の一人、アガポという人が立って、大飢饉が世界中に起こると霊によって予告したが、果たしてそれはクラウディウス帝の時に起こった。彼らが主を礼拝し断食していると、聖霊が告げた。さあ、バルナバとサウルを私のために選び出しなさい。私が前もって二人に秘密を言って仕事に当たらせるために。そこで彼らは断食して祈り、二人の上に手を置いて出発させた。聖霊の声だと思っても確かめたでしょう。彼らはそのことを聞いてから断食して祈りました。なぜなら予言、私たちはキトナイトパイプのようです。純粋の水が入っても出る水はキトナイです。ですから普通出る予言の言葉はちょっとキトナイ水かもしれません。その人の考え方に影響されているかもしれません。わからない。ですから悪に識別について話しますけれども、普通私たちこの方を使います。自分でこの漢字は予言で話しなさいというのが、それ本当かどうかわからない。ですからしてみます。その感じている言葉、声を出して出します。そしてみんなもうわかりませんけど、みんな聞いて、そして50%以上だと神様だと思えば、
はい、神感謝と答えます。ご自分神様だと思わない人々は何も言いません。ですからその人出してから聞いています。あ、今日は3分の1神感謝と言ったですから、多分その感謝は神様じゃなかったでしょう。3分の2神感謝で言えば、その感謝は足して神様の神感謝です。そういうふうに私たちはみんなその賜物をおもらい方を教えます。予言を通して神様を私たちすっごく導きます。私は、この昔35年前に、カリスマの牧草家に預かりました。司祭、シスターたち、信徒たち。そして、私はある日、話を聞きながら、神様からのメッセージをもらいました。今聞いていることについて、声を出して話、祈りなさい。私は、はい、わかりました。そして待っていました。いつもその時まで神様は今話しなさいと教えてから。そう、待っていた。午前終わって、全然来なかった。そして午後になって、全然来なかった。夜になって、全然。そのもう9時になって、私はおめでとうに行って祈っていました。神様ね、とは声を出して、それについて祈りなさいと言ってでしょう。けども、全然もらわなかった。うぬがし。そしてちょうどその時、一人のシスターが入りました。そしてそのシスターはすごいよく頭を持っています。そして彼女は、私は神様からね、そのためにメッセージをもらいました。言ってもいいですか？私は、はい、どうぞどうぞ。フランク、私の名前。フランク、どうして今朝ね、は声を出して祈らなかったの？今まで私は犬がしを耐えていましたけど、今必要じゃない。自分で決めなさい。彼女は全然これを何のことも何のことも全然分からなかった。ですから予言の賜物もすごい。私は持っていないけども、持っていないのに3、4、5回すごく体験した。ですから、みんなさん持っていないのに、神様ねと通して数回話します。もしいつもねと通してね、素早くねと奉仕しようか。けども、いつ誰でも神様使うことができます。その予言の賜物も素晴らしい。異言と解釈も同じでしょう。そして3番、3ページの上の3番、幻。その夜、パウロは幻を見た。その中で一人マクドニア人が立って、マクドニア州に渡ってきて、私たちを助けてくださいと言ってパウロに願った。パウロがこの幻を見たとき、私たちはすぐにマクドニアに向けて出発することにした。ですから、聖書では何回も神様の幻を通して導いてでしょう。識別しなければならない。そして出現とか語らい、特にイエス様、マリア様、天使たちも、ダマスコに近づいた時のこと、真昼頃、突然天から強い光が私の周りを照らしました。私は地面に倒れ、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのかという声を聞いたのです。主よ、あなたはどなたですかと尋ねると、私はあなたが迫害しているナズレのイエスであると答えがありました。一緒に行った人々はその怒りを見たのですが、私に話しかけた方の声は聞きませんでした。それを見ればパウロはイエスを見たでしょうか。怒りに行ったけども、声を聞いていましたけど、怒りだけだったかな。後に多分数回天国まで連れて行ったでしょう。何か天地ガブエルは
ザカリに現れたときに見える形で現れましたか？はい。ザカリは彼を見てすっごく恐怖を感じたと書いてあるでしょ。ガブリエルはマリア様に現れたとき見える形で現れましたか？いいえ。見て、その言葉を聞くと何か苦しんでましたけども、その言葉で苦しんで何も見ていなかった。はっきり探してみて。ですから、彼女の信仰はすごいものでした。神様導いている。今説明する時間のみないけれども、幻を通して神様はたびたび話します。イエス様はある日、律法学者たちに聞きました。洗礼者ヨハネの洗礼は天からのものだったか、人間のものだったか。どうですか？彼はじゃあ天からのものだといえば、どうして彼を信じにかと聞くでしょう。人間のものだと答えるなら、みんな私たちを反抗するでしょう。わかりませんと言った。そして現代は神様は私たちに同じ質問をする。聖霊、カリスマ刷新の聖霊による聖霊は天からのものでしょうか、人間からのものでしょうか。人々はじゃあ人間のものからだというかできないでしょう。もう教会はもう認めています。たくさんの司教団が賛成しました。教書を書いております。そして教父様たちみんな賛成します。ですから人間からのものということができないけど、神様からのものなら、イエス様はどうして洗礼による洗礼を頼むのかと聞くでしょうか。ですから分かりません。同じです。意味は知りたくないでしょう。ある人々は、私たちはファウスティーナのことを個人的な現れを信じなくてもいいでしょう。けどそれは自分の中の動きも信じなくてもいい。聖霊の働く方法は信じなくてもいい。私たちは聞くはずです。識別するはずです。そして神様の時代ならもちろん捨てるはずですけども、神様の声だと分かれば従うのかもない。シスターファウスティーナような現れを信じなくてもいいという言葉は、私は知りたくないという意味です。ですから、いつか神様が皆さんにそのご安心もするでしょう。どういうことについて。それ出現と語られ、天使。私が使え礼拝している神からの天使が、昨夜私の僧に立ってこう言われました。パウロ、恐れるな。あなたは皇帝の前に出頭しなければならない。神は一緒に後悔しているすべてのものをあなたに任せてくださったのだ。ですから皆さん、元気を出しなさい。私は神を信じています。私に告げられたことはその通りになります。もう船が沈んでいた、その時。水の中に入っていました。そういう天地を通して、夢を通して、このように考えていると、主の天地が夢に現れていた。ダビデの子ヨセフ、恐れず、妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は、聖霊によって宿ったのである。彼の心はすっごく素直、心だったでしょう。その前に多分神様何回も準備させました。その言葉確かに分かるように。ですからそれは神様が話す方法、神様の導く方法です。
私たちの責任は聞くことです。丸三番と識別することです。私たちはどういうふうに聞くでしょうか。マリア様のように、マリア様はこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていました。これはどうでしょう。例えば、ゴビシン様の本、司祭、最後から司祭へという本。私は初めて読んだときに、これはどうでしょう、この文章。正しいかどうか、そして祈り始めました。And, 次の日、ああ、この意味ですね、正しいですね。その後、ローマは全部調べて、間違い全部入っていないと決めました。けれども、何か分からない場合には、すごく祈りで神様に頼む。これは、あなたのものですか？あなたじゃないものですか？私たちは、それしないと、ああ、それバカらしいことです。と思って、すぐ、捨てるでしょう。ブルドデッドは、ブルドで言葉もらったでしょう。水取って自分の顔を洗ってください。水は少しだけです。顔は全部泥になった。世の人を見れば、あ、見て、それはマリア様じゃない、泥を顔につけてから。神様の時々、理解しにくいことは何でしょう。ですから、聞くこと、深く、理解、はじめに理解しなくても、探して、神様のことかどうか神様説明します。ラザロとマルトの妹であるマリアのように、イコーが歩いていくうち、イエスはアルドレにお入りになった。すると、マルトという女がイエスを家に迎え入れた。彼女にはマリアという姉妹がいた。マリアは主の足元に座って、その話を聞いていた。マルトはいろいろのもてなしのために、せわしく立ち働いていたが、そこに近寄っていった。主よ、私の姉妹は私だけにもてなしをさせていますが、何とも思いになりませんか。手伝ってくれるようにおっしゃってください。主はお答えになった。マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩み、心を乱している。しかし、必要なことはただ一つだけである。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならない。マルタは素晴らしい、賜物ありました。客さんを清和する賜物ありました。そして、イエス様突然来て、じゃあパーティーしようか。じゃあごちそう作りましょうか。よいよいよい。そして、イエス様も疲れてしまいました。サントだけ欲しかった。問題は、マルタは聞けなかった。イエス様のことを全然識別しなかった。私たちも、賜物あるなら、それをいつでも使いたいんです。けども神様は今、使ってほしくないかもしれません。明日の夜だけ使ってほしいかもしれません。私たちは自分の好きな取りまた賜物取り働けば、いつも忙しい。神様は私たちは、仕事を与えたいなら、私たちはもらうことができない。忙しいから。例えば、ある人は、建物で、建物を作っていました。そして、イエス様が来て、イエス様は、このポストはその壁につけてください。そ彼は、ごめんなさい、夏のために教会を作っています。手はいっぱいです。イエス様のものをもらうことできない。ですから、聞けば聞くほど、してほしくないことの仕事もしない。神様が望むことだけする。その時、手は
クラップを死にかけたんですね。それは重要、それはマリアの恵みでした。マリアは聞いて従いました。マルタは自分の好きを、それより、賜物に働いていました。聞き別しないで。そして下の2番、次の恵みのために祈る。イエスの心を持つように。 クリスト・イエスが抱いたと同じ思いを抱きなさい。あなた方はこのように習ってはなりません。むしろ心を楽にして自分の書いていた書いていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれ、また完全のことであるか、 わきまえるようになりなさい。ですから神様は私たちの心と魂はその知性感情を変えるように識別することができるように、そして知恵、あなた方の中で知恵をかけている人がいれば誰にでも惜しみなく 咎めだって、しないでお与えになる神に願いなさい。そうすれば耐えられます。知恵のために乗ることは毎日つまむ方がいいと思います。わかるように。神が見るように見る。私の思いはあなたたちの思いと異なり、私の道はあなたの道と異なる。 天が地を高く超えているように、私の道があなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えている。神様は理解できないこと、また人間にとってはロックなことをする。ですから、小さい子供たちに、だけ神様説明します。 純粋な心を持って従うように、この勝手の御心を叶おうとするものは、私の教えが神から出たものか、私が勝手に話しているか分かるはずである。純粋心があれば、これは神様かどうか分かるようになります。それ聞くこと、聞くことまたその準備、そして何か聞いているなら、 私たちは、識別しなければなりません。ですから、第一は、もし天地が現れて、教会が教えていることを反対することを伝えば、パウロはこう書きました。例えば、私たち自身であれ、天地であれ、私たちがあなた方に告げ知らせた、 ものに反する福音を告げ知らせようとするならば呪われるがよい。ですから、福音に反対することあればわかります。天地も伝えて、聖書の解釈、何よりもまず心を得て、 欲しいのは、聖書の予言は何一つ自分勝手に解釈すべきではないということです。なぜなら予言は決して人間の意思に基づいて語られたのではなく、人々が聖書に導かれて神からの言葉を語ったものだからです。自分の解釈すれば、聖書、教会の 説明読めないなら、たびたび間違うでしょう。ですから、それは重要なことです。500年前に、数人の信徒たち、信徒たちは、教会の死を捨てて、ポロスタント始まったでしょう。結果は、彼らの生体なくなった、許しの奇跡なくなった、マリア様なくなった、 死者のために祈ることなくなった、祝福なくなった、
멘션하고 나서 입원하고 나니까 지금은 가이쇼크인데 그래서 어떤 아도나이 것들 세션을 가이쇼 そして特別なケース。もしユベ、アネトに天地が現れて、そして天地がこう言ったらどう思うでしょうか。神様はアネトが子供を殺して神様に捧げる祭と共にいます。私たちは、それを神様しないでしょう。もし ゆべ、アベスの天地が現れて、そして神様はあなたが信じない人の赤ちゃんを産んでほしいんです。それは神様じゃないでしょう。そう言えば、私たちはアブラハムとブリアスの霊的指導者のことができない。神様はアブラハムにそう言ったでしょう。 見てくれ。神は命じられた。あなたの息子、あなたの愛する一人子、イサクを連れて、モリアの地に行きなさい。私がメイジュリアーマンの一つに登り、彼を焼き尽くす捧げ物として捧げなさい。マリア様に、マリア様は幻夢のないなら声だけなら、 どのぐらいかかったでしょうか。数週間。初めに神様あなたが子供を産んでほしいんです。ヨセフじゃない子供。これは神様じゃない。いろいろなこと苦しんでいましたと思う。読みます。あなたは身ごもって男の子を産むが、イエスの言葉にこの言葉に戸惑い、 どうしてこのようなことありましょうか。もし天地を見たらそのことを言ったら、それをザカリと同じように、なんて言います、疑いでしょう。疑いじゃない。これは神様かどうかまだ分かっていなかった。そしてもし神様ネットに現れて聖書に禁止していることと述べば、 それはどうでしょうか。聖霊はペトロにそう頼んだ。ペトロよ、身を起こしてほふって食べなさいという声がした。しかしペトロは言った、主よ、とんでもないことです。清くないもの、汚れたものは何一つ食べることがありません。その時代には聖書は旧約聖書だけでした。それを食べてはいけないことでした。 ダビデも、自分の者たちも食べ物がなくて空腹だった時に何をしたか一度も呼んでくれないのか。ダビデは神の家に入り、祭司の他には誰も食べてはならない備えのパンを食べ、一緒に行った者たちにも与えたではないか。イエスの時代は大罪でした。 ですから、聖書の主な人々は、みんな、そのことを体験した。誰も賛成することができないことを神様と述べました。私たちは分かっていますけれども、その時代誰も分かっていない。ですから、神様は時々、 支えを取り除きます。あなたに何か頼むかもしれませんけれども、他の人々賛成できないことかもしれません。ですから、その場合どうでしょうか。自分ですが進めればない。これ神様かどうか。神様なら、その場合どうでしょうか。パウロはそれについていろいろ書いてるでしょう。 次に書いてあります。他の人がある行いを罪だと思う場合、その場合、偶像に備えられた肉の話でした。パウロは
私たちの偶像はないと分かるでしょう。悪霊が肉に入っているかもしれませんけど、悪を害してから食べてもいいでしょう。けどある信者たちはそれを食べることを大罪だと思いますでしょう。ですから彼らの前で食べていけません。一人で食べてもいいけども、他の人々の前で食べるなら大罪を貸してもいいと彼らを思いさせるでしょう。ですからそれはパウロの具体です。神様がアネントに何か頼めば、そして誰も賛成しない場にしてもいいけども、他の人に見せてはいけませんけども、条件は次です。あなたは持っている確信を自分自身のために神の御前に持ち続けなさい。行おうと決心したことについて心に疑いを持たない人は幸いです。疑いを持ちながら食べる人は確信に基づいていないので罪に定められます。確信に基づいていないことは全て罪なのです。ですからこれは罪かどうか分からない場にすれば罪です。ですから神様の望むことを確かめてから確信必要です。確信できたら一人でしてもいい。他の人に見せてはいけません。それは聖書の答えです。その場合ですから他の人のことを見ても裁くことができない。神様に従っているかもしれません。4番、これは習慣的な印を識別すること。そのために私はこの説教を読みたいと思います。イタリアにはメリーナ港と呼ばれている港があります。その港は危険な岩礁や浅瀬に囲まれています。そしてその港に作るためにはとても狭い水路を通るしかないのです。昔からたくさんの船がそこに難破してきてとても危ないところです。それで船を安全に港に導くために3つの明かりのついた標識のポールが立てられました。その3つの明かりが完全に一列に見えれば船は安全に狭い水路を通り抜けることができます。もし水先案内人が2つか3つの明かりを別々に見れば、彼は船が水路を外れて危険な状態にいることがわかります。神様の身分を知るためにも神様は私たちに3つの光を与えてくださいました。もしその3つの光が一致すれば、それが神様の身分だとわかります。もしその3つの光が一致しなければ、例えば2つだけが一致しても残りの1つはそうでないときは、それが神様の身分だとは言えません。その3つの明かりは、習慣的な導き、客観的な導き、また神の摂理です。最初に私は習慣的な導き方について話したいと思います。私たちはみんないろいろな気分や感情を体験するでしょう。これらの内面的な動きはみんな私たちの生活に方向を与えますから、見逃すことができません。もしある考えと行いが深い心の平和と喜びと満足を与えているなら、それはそのことが神様の身分を行っているという印です。もし私たちは不安、落ち着かない心、悲しい心、気遣い、憂鬱などを感じているなら、普通その考えや行いは神様の身分ではないことを示しています。けれども、ある場合には私たちは何かが神様の身分だとしていても、私たちの感情は
反対するかもしれません。教育で。ですから、神様の導きを知るために、その平和、またはその不安を調べなければなりません。神様が与える習慣的な導きは、深い霊的な平和です。聖パウロは、コロサイの信徒への手紙でこう言われます。クリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。この平和に預からせるためにあなた方は招かれた。また、フィリピの信者の手紙で、人間の理解をはるかに超える神の平和がクリストイエスに結ばれているあなた方の心と思いを持ってくださいます。神の平和は何か悲しいことが起こるときになくなる平和ではありません。イエスはこの世が与えられない平和を約束にされました。この世の平和は愛する者を失ったり、事故にあったり、破産したり、失業したりするときになくなりますが、イエスの平和はこんなときになくなりません。イエスの平和は罪を犯すときにだけなくなります。罪とは、大罪と所在を犯すことだけを言うのではありません。罪とは、神様の望みに背くことです。ですから、何かが神様の御旨だと分かりながら従わないとき、例えば今晩テレビを見る代わりに、別のことをすることは神様の望みと分かってもしない場合には深い平和はなくなります。この平和は私たちが完全に神様に従いたいとき、全然罪を犯したくないときにだけもらえます。ですからこの平和は神様の御旨を行っているという何よりも習慣的な印です。ある時、私たちはすさみを体験するでしょう。その時、平和も感じません。けれども、すさみはある時、罪からのもので、他の時は神様からのものです。このことについて知りたいと望めば、聖イナツィオ・ロヨーラの霊の識別の規定を読むことをお勧めします。神様の御旨を知るための第2番目の明かりは客観的な導き方です。客観的な導き方の主なものは聖書と教会の教えです。もしこれに反することがあれば神の御旨ではありません。けれども教会は例外があると教えています。また神様は私たちを導くために客観の方法を使うことができます。もし心の中である考えや行いは神様の御旨だと感じていれば、または御旨ではないと感じていれば、確かめる印を頼むことができます。例えば、旧約聖書の時代、ギリオンという人が神の民をその敵から解放するように神様からのメッセージをもらいました。けれども自信がなかったので、ギリオンは神にこう祈りました。もしお告げになったように、私の手によってイスラエルを救おうとなさっているなら、羊一匹分の毛を脱ぎ打ち場に置きますから、その羊の毛にだけ露を置き、土は全く乾いているようにしてください。次の朝、ギリオンが起きて、羊の毛から土を絞り出すと、鉢は水でいっぱいになりました。そして土は完全に乾いていました。それからギリオンはまた神に言いました。どうか怒らないでもう一度言わせてください。今度は羊の毛だけが乾いていて、土には一面露が置かれているようにしてください。そしてその夜、神様はそのようにされました。将来教会の頃、神様はたびたび信者たちを不思議な客観的な方法、例えば予言、幻、夢、天地、聖霊の声などを通して導きました。
私たちは周りに起こっているすべての事に耳を傾けて聞けなければなりません。 神様はいろいろの方で私たちに話されています。けれども、客観的な導きだけで他の二つの狩りも揃っていなければ、それに従うのは危ないかもしれません。三つの狩りは必要です。三つ目の狩りは神の摂理を知ることです。もし何かが神様の目の上なら、 神様はそれが行えるように状態を整えてくださいます。例えば、もし身分を行うためにお金が必要ならば与えられます。また誰かを助けるために倉庫に行けなければならないならば、生きるように状態を整えてくださいます。もし身分でないなら状態は反対になるでしょう。けれども例外もあります。 ですから、一つの祈り方はこうです。あなたの身胸なら、全部のものを開けて、それが行えるように、すべての束縛を取り除いてください。あなたの身胸でないなら、行えないように、妨げを置いてください。異常の三つの導きによって、身胸だと分かってしがい始めてから、邪魔が入っても、気にしない進むことです。途中から、 の邪魔は悪によるものです。異常の神の身分を識別の仕方を身につければ、私たちは力強く神様に仕えることができます。もし識別しないなら、多分自分の考え通りの世間的な生き方をするでしょう。そうすると私たちの生涯は神の働きの邪魔になるかもしれません。 ですから、それは4ページの下の瞬間的な言葉。また、5ページ一番の上。5ページ一番の上には、霊的な慰めと霊的な凄み。私はイナツヨ・リオルの言葉を書きました、この時。そして、5番目、客観的な 印を識別するために、目、結んだ目。ですから、人々の目、自分の行いの目も見てください。予言。予言者があなたたちの中に現れ、印や奇跡を示して、本当に予言者。その印や奇跡や言った通り実現した時、 あなたの知らなかった他の神々に従え、これに使えようではないかと誘われても、その預言者の言う言葉に耳を貸してはならない。ですから、本当に預言者の言葉も識別しなければならない。パウロはこう書きました。預言する者の場合、 二人か三人が語り、他のものたちはそれを検討しなさい。この聞いている言葉100%神様、90%神様、80%神様、全然神様じゃない。聞けなきゃならない。それ共同体のことです。そして私は下には確かめる印と状態を書きまして、ギリアの話書きました。 そういうふうに客観的な識別、神経化的な印を識別することができる。そして、下には、5ページの下には、他の導きの方法。私は2つ書きました。賛否両論を書く、また聖書を開く。それを簡単に説明したいと思います。 ある修道院は夏休みのために話し合っていました。半分は海に行って帰った。半分は山に行って帰った。ですから、彼らは先に全部の情報、全部のインフォメーションを集めました。黒板に、掲示板に書きました。みんな読んで。そして、その後彼らは一緒に集まった、祈りました。神様は、望みを教えてください。その後、
自分の部屋、みんな自分の部屋に帰りました。先に彼らが乗ったことは、執着からの解放のために。海に行ってもいい、山に行ってもいい。その国村まで。乗ってから、まだ海に行きたい気持ちあれば、次の段階すればできなかった。ですから、自由になってもなった人々だけ、次の段階した。それは、祈りで、山に行く理由を書きました。願いながら、祈りながら、山に行く理由。終わってからみんな集まって、掲示板に、ホワイトボードを書きました。そして、一緒に乗ってからまた部屋に戻って、また執着から解放されるように乗って、その後、山に行く理由。書きました。そして、みんな終わってから、ホワイトボードに書きました。どうですか、皆さん分かりますか。ある人々分かった、ある人々分からなかった。そして次の日、同じことをしました。識別、執着から解放するなどなど。そして、ある山に行く理由は短くなりました。海に行く理由は長くなりました。その方法です。とっても役に立つ方法です。祈りと知性を使う方法。もし霊的に分かっていないもの。そして、2番目、聖書を開けること。ある人々、いつも聖書を開けます。ネットの方ならいいかもしれません。シーディのサンフランシスコ、いつも開けまして、毎日神様のメッセージをもらうように。私は先に聞きます。聖書を通して話したいですか。そして、はいと感じるなら、私は見ないで開けます。そして見ないで、このページの右のところ。そして見て書きます。3回する。そして、神様いつもその方で話します、私に。もし、この方で、を通して話したいですけど、つまむ聞くとき神様、いいえと答えるなら、開けても何ももらえません。30年前に私は熊本でした。そしてある若い女の子は、修道院に入ることについて考えました。たくさんの修道院に手紙を送って、ネット会のことを説明してください。そして、まだ分かっていなかったから、私と数人の祈りの集いの人々を招きました。私たちは先にすごく祈って、そしてみんな一回ずつ聖書を開けました。6、7人でした。もらった言葉は全部同じでした。違う場所を、けど同じ意味でした。それは彼女の召し出しは修道院に入るではない、これこれこれです。私たちは、じゃあ神様そう教えていますね。そしてちょうど終わった時に電話があった。ある修道会から彼女の手紙に返事していました。そして私たちは、じゃあ神様どうでしょう、これ神様、それ神様、じゃあまた来週祈りましょう。それもう一度来週集まって祈ってから聖書を開けて、そしてちょうど同じメッセージでした。彼女の召し出しは修道院に入るではなく、これこれこれです。その電話は、それを確かめるためでした。そして数ヶ月後に彼女はそれを信じないで、修道院に入って、一週間だけでした。その後戻って、今、在座会に入っています。その召し出しでした。それです。一回私は、神様話したいですか？はい。でこっちとも、このページ、ちょっと何も書いていない。そして、OK、3回ですね。2回目、こっちです。ちょっ何も書いていない。3回目、開けて、突然、ちょん、3つの場所をもらった。そして、後に書いて、今日は4月1日です。苦しんでる時に、私の体験によると、苦しんでる時に神様いつも
その方を通して話します。いつも。今、返事しなきゃ、わからなければなりません。わからなければなりません。今わからなくてもいい。時々話します。時々話します。最後のページは、禁止されている方法、占い、牧者、易者、呪術師、呪文、つまるものなどなどなど。なぜなら、霊たちは禁止したいです。向こうから。あるシステムから悪霊を出していました。そして、その悪霊は教えた入り口。そして、お母さんが若い時に、占い師に来ました。そして占い師はその母さんに、あなたが4人の子供につけた名前は間違っています。この名前をつけてください。正しい名前をつけることによって悪霊が入りました。子供たちに、そしてなってから私を追い出しました。その悪霊。ずっと言うですね。ですから、最後に5番、神に喜ばれること。それは私たちの心です。神様悲しみしたくないことで、悲しましたくない。喜ばしたい。その心があれば、いつも神様に望みをすがして、いつも したいです。誰か愛しているなら、その人の望みのとおりに行きたいでしょう。いいことな。その愛の印です。ですから、どのぐらい私たちが神様を愛しているか、それでわかる。神様は私たちにご自分のこと全部を与えている。その今朝の話の恵みで私たちを満たしたいです。約束されているのです。神様に聞いて従う心はその道です。神様自由に私たちに自分を与えるようになります。父と子の聖霊の御名で。主は皆さんと共に、また明日と共に、ヨハネによる福音、主に栄光。ユダヤ人の祭りの日にイエスはエルサレムに登られた。エルサレムには羊の門の傍らに、ヘブライ語でベートザダと呼ばれる池があり、そこには5つの回廊があった。この回廊には病気の人、目の見えない人、足の不自由な人、体の麻痺のした人などが大勢横たわっていた。さて、そこには38年も病気で苦しんでいる人がいた。イエスはその人が横たわっているのを見、またもう長い間病気であるのを知って、良くなりたいかと言われた。病人は答えた。主よ、水が動くとき、私を池の中に入れてくれる人がいないのです。私が行くうちに他の人が先に降りていくのです。イエスは言われた。起き上がりなさい。床を担いで歩きなさい。するとその人はすぐに良くなって床を担いで歩き出した。その日は安息日であった。そこでユダヤ人たちは病気を癒していただいた人に言った。今日は安息日だ。だから床を担ぐことは律法で許されていない。しかしその人は、私を癒してくださった方が床を担いで歩きなさいと言われたのです。と答えた。彼らは、お前に床を担いで歩きなさいと言ったのは誰だと尋ねた。しかし病気を癒していただいた人はそれが誰であるか知らなかった。イエスは群衆がそこにいる間に立ち去らせたからである。
その後、イエスは神殿の境内でこの人に出会って言われた。あなたは良くなったのだ。もう罪を犯してはいけない。さもないともっと悪いことが起こるかもしれない。この人は立ち去って自分を癒したのはイエスだとユダヤ人たちに知らせた。そのためにユダヤ人たちはイエスを迫害し始めた。イエスが安息日にこのようなことをしておられたからである。キリストに賛美。キリストに賛美。18年間その人病気でした。重要な質問でした。治りたいか？たくさんの人々治りたくない。生活変わるから。ですからイエス様は彼の心を分かっていた。この人本当に治りたいですけれども、本人も出すのやらないのか。38年間苦しんでいました。苦しみは神様の望みでしょうか？はい。ある苦しみは神様の望みます。ある苦しみは神様の望みません。イエス様何回もその迫害の苦しみ、誤解されている苦しみについてでした。自然な苦しみもあるでしょう。出産しなど、イエス様のシスターファスティーンにこう言われました。苦しみが必要じゃないなら私は許しません。ですから苦しみを通して私たちは成長します。早く。病気はどうでしょうか？病気は神様の望むことでしょうか？賜物はあります。教会にとっては病気は普通罪と関係です。難しい言葉、今カテキズムの言葉はイスラエルの人たちは病気が神秘的に罪と悪とに関わっていることを体験します。ですから教会にとっては病気は普通悪です。病気は罪の結果として人間の体験に入りました。それは深い言葉です。人間の前に、人間存在する前に動物、恐竜など病気になったでしょう。ですから病気は人間の前に悪ではありませんでした。悪は人間を通して宇宙に入ったけれども、創世記調べれば最初の人々は病気にならなかった。罪を通して病気を体験し始めました。人間はその環境を支配することができましたから。病気自体は悪でしょうか？悪ではない。人間の前にあったから。ですから病気は何ですか？存在のために互いに競い合っている生き物の愛の衝突です。それ病気です。バイキンとかいいところを戦っていることだけです。ですから病気自体は悪ではない。病気は人間の前に存在していましたけれども、人間は環境全部の生き物を支配するはずでした。罪を通してそのもう支配することができなかった。病気が人間の体験に入り始めましたけど、それは罪のせいでした。現在の関係で個人的 な罪と関係あるでしょうか？ある病気はそれです。ある人々は心配するから胃が痛くなるとか、
ある人々を誰か許すないなら病から病気になります。その場合、突然人を許すことによって治ります。ですからその場合、個人の罪の関係あるかもしれません。けど普通、分別のせいです。私たちは完全に自分と一つになっていません。完全に人々と一つになっていません。完全に自分の愛することができません。人々を愛することができません。ですから病気になります。その分裂のせいで私たち病気になっています。教皇ヨハネ・パウロ2世は7年間教皇になってから毎水曜日の朝ローマで話をした。そして彼は現在の前の時代の恵みを神様は今私たちに戻したいですとというテーマで話していました。それはその中に病気に打ち勝つ力。私たちまだまだそれも失いましたでしょうけれども、アダムとエイブが病気に打ち勝つことができるように神様のその力を私たちにも与えたいです。いつか神様はどういうふうにそれをするか教えるでしょう。けれども基本的に私たちがどうして病気になっているか科学者たちも分かっています。ある人々はそれは遺伝子のせいだと思います。父、母がこの病気なら私はかかりやすいでしょう。けれども同じ遺伝子を持っている人々のうちにある人々だけ病気になります。その病気になります。ある人々健康です。ですから遺伝子だけで病気になりません。もう一つのことが必要です。その病気の発生を早めるために。科学者たちの研究によるとそれは人間の性格の否定的な感情。私たちは否定的な感情を抱けば抱くほど自分の守る力が弱くなります。そして病気の発生を早めます。否定的な感情を抱けないなら遺伝子がいるの中に弱さってもその病気になりません。ですから肯定的な感情をいつも抱けなければなりません。一番有害な否定的な感情は敵意と罪悪感。敵意は人々を許さない。罪悪感は自分を許さない。悪いことしなくても。肯定的は自分、人々を愛すること、自分を愛することでしょ。ですからイエス様は病気に打ち勝つ力を私たちに与えます。与えてくださいました。人々を愛すれば愛するほど、自分を愛すれば愛するほど、病気を抵抗力深くなります。自分の中にそれ以上は病気の賜物もあります。その病気の賜物は何でしょうか。それは罪を負う賜物です。教会の経験と理解によると、ある信者はイエスの罪を負うことで殉教の賜物についてある信者はイエスの罪を負わずに預かる賜物をも受けることができます。その場合その病気は肉体的に罪を負うことで殉教の賜物に似ています。
その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。彼は私たちの災いを負い、私たちの病をになった。この病気は死で終わるのではない、神の栄光のためであるなど。もちろんイエス様はその神秘をいろんな方で説明してくださいました。苦しみの場合には、パウロはこう言いました。私はあなた方のために苦しむことを喜びとし、クリストの体である教会のために、クリストの苦しみの欠けたところを身をもって満たしています。私たちはイエスさんの体の部分として、私たちはイエス、私たちが苦しむと、イエス様の苦しみは続きます。父か女の苦しみは、世の終わりで続きます、私たちを通して。ですから目的があります。私たちの苦しみを捧げれば捧げるほど、人々は救われます。マリアさんの現代、いろいろなことについて予言したでしょう。もうすぐ迫害と苦しみの時代が来る。目的は神様は信じの苦しみを通してこの世を清めたいんです。この世を清めるためにいい人々の苦しみ必要です。イエス様の父が女王の苦しみ必要です。今。その時代来るけれども、心配はない、死んでもいい。人々が救われるなら何でもいい。けど今日はそのちょっと病気、その苦しみの心理について分かち合いたいと思いました。